ビアンフェイは日本の競争馬。主な勝ち倉は2019年の函館2歳、ステークス、2020年の青いステークス、2021年の函館スプリントステークス。場名の意味はフランス語で上出来、かっこいい。2019年6月16日、函館競馬場、芝1200メートルの新馬戦でデビューし、一番人気に支持され一旦は、 抜け出すも、最後は、オータムレッドに差し切られて2着。2週間後の6月30日、2層目の未勝利戦ではスタートも、よく最後まで押し切り、初勝利を挙げる。7月21日、世代最初の重賞箱立て2歳ステークスは4番人気で、迎え、スタートは、一息も、先手を取り、最後まで粘って、体制ビジョンの追い込みを市橋に4分の差で、尻けて優勝。 姉、ブランボヌールに続く、箱館二歳ステークスの指定制覇であり、また2013年の日本ダービー優勝馬キズナに、早くも3区の重賞価値をもたらした。間を置いて11月2日の慶応杯二歳ステークスに、出走。3番人気で出走して、果敢に逃げたが、1番人気に押されていた体制ビジョンに、刺されて2着に終わる。さらに、 G1 アサヒハイフューチュリティステークスに出走。5番人気での出走で、ここでも逃げを打つが直線で勝った、サリオスホカス頭に抜かれて7着に終わる。3歳初戦のファルコンステークスでは後に、NHK マイルカップを制するラウダシオンに次ぐ2番人気に、押されたが、重ばばで伸びをかき9着に敗れた。次走には、重賞青いステークスを選択、1番人気に押された。 迎えたレース本番、コースタートから先手を奪うとそのまま逃げ切り、勝利、重賞2勝目を飾った。夏場の休養を経て、コバと初対戦となるセントールステークスに出走。3番人気に押され、レースでは花を切らず3番手を追走したが、そこから伸びきれず5着に敗れた。それでも、安城の藤岡雄介は、後位からでも初めてというぐらい折り合いました。と、 収穫があったことを口にした。続いて、スプリンターズ・ステークスに出走したが、ゲート入りを嫌がり、発送時刻が遅れたほか、レースも再開16着に敗退。その結果、1ヶ月の出走停止と停止期間、満了後の発送状況再審査が課されることになった。その後、気象を良くするために巨勢手術を行うこととなり、休養しまやかし場となる。巨勢手術明け、 5ヶ月ぶりの実戦となったオーシャンステークスは、かかに握ると直線でも粘り、3着を確保する。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ハハルシュクルは、現役時代15戦3勝。2009年のファルコンステークスで3着に入っている。繁殖品馬として、ビアンフェ以外に2015年の箱館2歳、ステークス。 2016年のキーンランドカップのカチ馬マのブランボヌールを出した。祖母アジアンミーティアの前アニにアメリカの大主婦はアンブライデルド S ソングアジアンミーティアの子に2015年の新潟大賞店のカチ馬マダコール。ありがとうございます。